はい、中年オタッキーです。もうお分かりですね。ジャンクカメラが届きました。開封動画になってまいります。はい、今日はね、ジャンクカメラもそうなんですけどね、ヨドバシカメラからもね、荷物が届いておりました。よいしょ。硬えな、これ。硬えな。うりゃりゃ。よいしょ。何が送られてきたかというと、よいしょ。わかるかな？ちっちゃいな。これね、カメラストラップを引っ掛ける金具ですね。カメラがどん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 増えて、足んなくなってきたので、4つ注文しました。これニコン純正っぽいんだけど1個110円、これを4つ、頼んで440円と、送料込みなんですね、これがね。保証書って保証書もクソもねえよ。というわけで、カメラがたくさん増えてね、ストラップを引っ掛けるこの三角の金具が足りない人、ヨドバシカメラに売ってます。1個110円です。はい、参考まで。それでは、開封していきましょうか。精密機器につき取り扱い注意っていうんですね。まあ取り扱い注意ってだってどうせ分解するんでしょうけどね。まあ多分分解することになるでしょう。全部。はい。おお、なかなかですねこれ。出品者、今回の出品者なかなかです。まずはこいつを。うりゃ。おお、なかなかだぞこれ。丁寧に梱包されております。はい、出てきましたね。これ、おお、ほぼ割りもんだな。あー、ちょっと周辺部にカビがあるか、結局分解かな。これね、FD50mmF1.4 です。SSC じゃありません。FL50mmF1.4 の2型と、この FD50mmF1.4 と FD50mmF1.4SSC の、3本光学が一緒らしいんですけど、どうも光学は一緒らしいんですけど、僕の予想では FL とこの FD50mmF1.4 無印がコーティングが同じで、で F1.4SSC はスーパースペクトラコーティングでコーティングが違う、まあ、そんな感じなんですよね。で3本を取り比べたいんで、この F1.4 の無印っていうのやつがなかなか珍しくてなかなか出なかったんで、これ欲しかったんですよ。でこれ1800円でした。1800円で落札して、で同じ出品者がねカメラも出品してたんですよ。これはね2台で1円でした。まずは、もうすでに持っているから別にいらなかったんだけど、キャノン FT ですね。あ、状態は悪くなさそうだぞ。よっ、あ、テンション調整はしなきゃダメですね。シャッター幕が開いておりません。よいしょ。まあもう慣れちゃったんでね、 FT は。ああ、スローバーガーナーもう完全にダメですね。ダメです。止まっちゃいました。はい、かなり状態の悪い、キャノン FT でございますね。ミラーが落ちないや。
あ、動かなくなっちゃったまあこれはどうでもいいんですけどね、まあ1円なんでね、おっと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 これ1円なんでね、カメラ落としちゃったよ。カメラっていうかスマホなんですけどね、1円なんでどうでもいいんですけど、開封動画なんでね、撮り直すわけにはいません。はい、もう1台出てきました。ちっちゃいなぁ、ペンタックスの ME ですね。こっちが本命なんですね、まあ、1円とはいえね。一応シャッター切れるな。あー、マニュアル専用だな。もう分かるね、これ電池室がボロボロですね。マニュアルで、何分の1で切れるんだったっけ、忘れちゃった。これ上のネジもないですね。押さえのネジ、飾りネジか、飾りネジがないって感じかな。まあ残念な状態、完全ジャンクですね。まあこれは1円なんでしょうがないんですけども、なんとか直したいな。よいしょ。飽きませんいやー、一応シャッターこれ切れてんのか。一応切れてるっぽいね。これ何分の1で切れてるんだろう。これは見事なジャンクですね。残念だな。お？一応、セルフタイマーは動いていますが、フィルムカウンターも動いてますね。ただこれはもう電源が入る見込みがないね。電池の蓋がもう腐食して開かねえっすよ。今回のジャンクカメラは2台とも結構惨敗です。やったー、やっちまったの、やっちまったコーナーになりますね。FT の方はね、今ミラーアップして動かなくなってます。多分シャッターマークが最後まで走ってないんだな。シャッターマークが最後まで走ってないと思うね、これね。いやー、まあ1円なんでね、ついで落札の1円なんで、このカメラ2台はおそらく分賃になると思いますが、どちらもこの金具がついてますね。ある意味440円の価値があります。これは開き直りかな。そんなわけで、今日のね、戦利品はもうこれだけですね。結構ね、これ状態良さそうなフィルターがついてます。これ純正のね、キャノン純正の銀のねリングの、フィルターですね。でまあこの銀のね縁が美しい、FD50mmF1.4、1800円でゲットですね。とりあえず分解しなくてもね、そのまま使えそうですけど、ちょっとカビてるんで分解することになると思います。はい、今日の動画はねこんな感じになりますね。で今から、出品者の方にね、到着連絡ですか、を送りたいと思います。
開封から3日ほど経っております。ね、結局ね、これ無理やり、10円玉では開かなかったんで、500円玉で回したら開きました。で、開けたらね、もう見事に、液漏れした電池が入ってまして、で、おまけにね、なぜか電池が逆向きに入ってました。で、多分ね、こういう状態でね、置かれてて、長期間放置されてて、その間に液漏れしたみたいで、液漏れのね、液が上には回ってなかったんですよ。だから開けてね、接点をね、油をつけてね、一生懸命古い歯ブラシで磨いたりして、接点自体はね、最終的にはドライバーの先で擦りましたけど、で、電池を入れたらね、露出系無事動くようになりました。で、ちゃんとね、ちゃんとシャッター速度変化してます。絞り絞りますよね。で、これ今ミシェルさんからね、ご提供いただいた XR リケノン、50mmF2 がついてですね、和製図ミクロンがついてるんですけども、そのうちね、これ、撮影テストしたいと思います。ただね、ただこの撮影モードダイヤルがね、オートから動かないんですよ。これなんか動かし方あんのかな。動かないんですね。なんでだろう。で、このネジはね、なんか部品取引から取ろうと思ってます。で、FT の方はもうそのままです。多分こいつはね、FX だったかな、プリズムが腐食してるのを1個持ってるんで、そのプリズムのドナーになるかもしれません。まあ分解の練習にもちょうどいいかなって。 FT は1台持ってるんでね、で、上手に、直せそうだったら直すかもしれないです。はい、というわけで、視聴者様の、作品のコーナーになりますね。あれ、メガネどこ行った。メガネあった。まずは、ズボラさんの作品、3枚組写真ですね。タイトルがね、自粛の街、横浜ということでね、3枚の組写真、なんですけども、撮影データがね、オリンパスペン FT、随行 25mmF4、高いレンズですね。フィルムはね、ネオパンアクロス100、期限切れ後約半年、最近購入品半年ぐらいも減でもないですね。現像はミクロファイン現液10分ということです。これね、1枚目がちょっとね、あれですね、ちょっとツーな写真、ちょっとね、平行を崩してあるんですね。逆にそれがね、この写真いい印象を持たせてます。2枚目はね、若干アンダーで撮ってる、それがいい味を出してますね。で、3枚目はね、広大な空間に歯と1羽というね、実にね、寂しさをね、引っ張り出した、写真だと思いますね。もう今はね、こういう写真撮れなくなってますけどね、自粛が、一応終わったんでね。まあズバリね、この時しか撮れない、閑散とした横浜、見事だと思います。ズボラさん、ありがとうございます。はい、次がミッシェルさん、2枚、バラ写真で2枚、1枚目がね、春のナイトウォーク、2枚目が、田植えも終わりということで、カメラはね、富士フィルムの X プロですね。 X プロ3、レンズが XF23F2、RWR、1枚目の春のナイトウォークがプロビアシミュレーションで、2枚目の田植えも終わりがベルビアシミュレーションですね。この1枚目なんですけどね、見事な作品になっております。これね、グッと寄って開放で撮ったということで、ね、APS-C カメラでもね、バッチリ背景がボケて玉ボケになってますね。これ開放ですね、明らかに。でもちょっと面白いボケになってますね。やや楕円形のボケになっております。で、2枚目の田植えも終わり、これベルビアシミュレーションの割には青がはっきり出なかったのかな。原因は分かりませんが、もうちょっと青空の青が出てほしいですね、ベルビアだとね。はい、ミッシェルさん、ありがとうございます。次はね、クスクスンさん、の、作品、バラで2枚、タイトル1枚目が通学路、2枚目が、午後の竹林
ということで、カメラはねソニーの α7II、 レンズがキャノン S レンズ 50mmF1.42M3級の、とオールドレンズになりますね。1枚目が、A モード開放、2枚目は A モードで撮影ということなんですけども、1枚目なんですけどやはり開放で撮ってるんで周辺原稿がちょっと気になるのと、開放で撮った割には背景がちょっとボケが弱いのかな、これどういうことだろう。これね、面白い。反射でね、子供のその絵が飛んでるかと思ったら、これ色あせてるんですね。ちょっと面白い写真になります。2枚目はね、太陽がね、入ってるんですけど、このフレアがね、オールドレンズの味ですね。この放射状にフレアが広がってますけど、これ素晴らしいフレアになって、てますね。これこそオールドレンズの遊び方って感じですかね。はい、クスクスンさんありがとうございます。次は一都市球さん2枚。1枚目が大きな花、2枚目がピンクのバラということで、カメラニコン EM シリーズ E35mmF2.5、 富士フィルムのアクロス2で撮られております。これなんですけども、これ花の写真を2枚なんですけど、花の写真はね難しいですね。これちゃんと光もあるしね、構図もいいと思うんですね。ここから先に行くっていうのでね、印象的な写真は花の写真はすごく難しいと思います。僕もね答え、明確な答えは出せませんが、花の写真、花ってね結構簡単に被写体になるんですよ。で誰もが撮ってるんで、よほどズバ抜けた写真を撮らないと印象的な写真になりません。そんなわけで僕は花の写真自信ないです。撮ることは撮ってますけどね、なんですか、解像度とかをね、試すにはいいのかもしれないですけど、作品として作るのはちょっと自信ないですね、僕ね。はい、一都市球さんありがとうございます。次がね、369モノクローマンさんの作品、タイトルが最大、鮮やかな舞台っていうことですね。カメラニコン F3、 レンズフォクトレンダー 20mm、富士プロビア 100E6 自家現像、昨年の夏ポルトガルにてまた自由な旅ができるようになればいいのですがっていうことなんですけど、これまた素晴らしい写真ですね。いやー、ピエロの2人のね表情が何とも言えません。後ろのね空の青、おしゃれな街並み、何もかもがね、これなんていうんですか、富士フィルムのね、フィルムのカタログに載ってるような写真ですね。もうプロの 味の写真、プロの味っていうかブンブンしてますね。はい、369モノクローマンさんありがとうございます。でタイトル画面変わったばっかなんですけど、このミッシェルさんのね、1枚目、春のナイトウォークと、この、369モノクローマンさんの、最大、すごく悩みまして、369モノクローマンさんの、最大を、次からタイトル画面にいたします。最近ちょっとコロコロ入れ替わってますけど、いい作品がゴンゴン来てますんでね。はい、次は俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーです。今日俺のカメラはね、野良旅人さんからの投稿、ペンタックス 645N2 です。2台あります。1台は三脚で風景用、もう1台は肩からかけてスナップ写真用です。別に分けなくてもいいんだ、確かに分けなくてもいいんですがってことですね。レンズは AF は33から55、45から85、80から160、150から300、120マクロ、MF は 75mm と 45mm を所有しています。80、160と150、300は2本ずつ持っていますが、どっちも片方が壊れているので部品取り用にするか直すか考え中です。なかなかリッチな組み合わせになりますね。ペンタックスねの中盤、これオートフォーカスのね時代のものということで、僕は見たこともないです。中盤でオートフォーカス、新しい設計のレンズ、素晴らしい写真が撮れるんじゃないですかね。はい、野良旅人さんありがとうございます。はい、次はね、やったやっちまったのコーナーに行きます。
はい、やったやっちまったのコーナー、トッシーさんのねやっちまった、盛大にやっちまったということでね、何をどち狂ったか、悪質転売屋からコンタックスバリオゾナー 2885F3.3 から4を6000円で購入してしまいました。清掃できたら儲けも考え全部嵐したのですが、最も問題の曇りレンズ同士の干渉痕は貼り合わせレンズの中で清掃できませんでした。ショックが大きいので今日は不手寝します。週末は他のレンズを清掃して一応元の形に戻してみますということです。これね、トシさんもしかしてヤフオクですか？確かね、バリオドナー2885がね、6000円で出てたんですよ。で、僕狙ってました、はっきり言って。で、狙ってね、大丈夫かなと思って調べたんですよ。で、バリオドナーの、2885は、一部分解できないレンズがあるっていう記事を見て、やめたんですね。どうですかね、これヤフオクですかね。僕が買おうとしてたやつかな。ちょっとわかんないんですけどね。トシさんご愁傷様ですということで、もしかしたら僕の身代わりになってくれたのかな。まあ僕は結局手を出さなかったんですけどね。ずーっとウォッチリストに入れてずーっと悩んで結局買わなかったってやつですね。はい、今日のやったやっちまったコーナーは1名ということで、すべてのコーナーでちょっと待機者が出ております。次の動画もねすぐ作る予定ですんで、またそのそれに取ってあるっていうのかな、そんな感じです。作品投稿のコーナーは、3名の待機、俺のカメラとやったやっちまったコーナーは1名ずつの待機となっております。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。またまたねカメラが、仲間入りしまして、もうねテストのするカメラが山のようにある、状況でね、さらに自分で状況を悪化させてるんですけども、欲しいものは仕方ないんでね。欲しかったら買えと、後のことは買ってから考えよう、そんな感じですね。で、まあ今ね結構いろんなカメラで撮ってますけども、ね、結構いただいたカメラばっかりになってますね。まあ自分で買ったカメラももちろんね、キヤノン7とか撮ってるんですけどね。で次回の動画は、まあ、前回も言ってましたけど このね、α507SI で、アリスタエデュー200というフィルムを試してみました。なかなかいい写りすると思います。そんなわけで、今日の動画はこんな感じです。まだねチャンネル登録されてない方はチャンネル登録ボタンここに出てきますんで、チャンネル登録お願いします。でいいねボタンねぜひぜひいいねボタンを押してくださいね。いいねボタンを押すと、シェアされる確率が上がってまいります。次の動画までねまたちょっとだけねお待ちくださいね。今週末にはもう一本動画アップすると思いますんで、はい、それでは今日はここまで。次の動画までお待ちください。ごきげんよう、さよなら。